ですね、またある種から荷物が届きました。何でしょうか、見ていきましょうか。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。なんかで送ったって言ってたのでね、うわあ、これは修理依頼だな。これは修理依頼だ。修理依頼は別にしといて、オリエントリザーブ、これを送ってくれたんだ。これを見ていこう。うわー、綺麗。イベントスターだ。パワーリザーブ付き。状況はあまり良くない感じですね。まあ波形が、波形というか、まあ、雑味が多いというか、ゴミかなんかが入っているのかという感じですが、まあひとしきりとりあえず合わせてみましょうか。ちょっと合わせてみて、でどうするか決めていきましょう。 3.3 だ。これは調整すれば直るよ。一旦ベルト取るか。ベルト取って一旦洗おうかな。ではこの状況で調整をしていきましょう。 3.3 をね、変えるさ。あまり良くない感じだね。 9.2? なんで？相当に粘りましたが、まあ253度、250度の 0.5 ビートやら 0.5、 まあこれぐらいかな。ちょっとね、ちょっとおかしいね。なんかね、雑味が多いというか、いまいち腑に落ちない感じの調整でしたね。ってことでね、R氏からいただいたオリエントスターですね。ロイヤルオリエント、オリエントスターですね。復活させてみました。ベルトも新調して調整してオイルさせてで復活ということで、結構やっぱり動き悪かったね。意外とね、オリエント動き悪くなんだよな。なんかその感じ結構するよね。では今どれぐらいかな。ゼンマイを巻いて、まあ、かなり使い込まれてるけど、まあ、綺麗な個体だよね。まあこんなもんでしょう。 0.8 意外と大きいな。大きいかもしれない。まあもうちょっと調整してもいいね。
まあ、とりあえずオイル刺したので、まあ少し馴染ませてからまた一旦調整し直そうかな。 0.8 ちょっと大きいな。まあ、パワーリザーブ、リザーブ表示がありますね。パワーリザーブ表示があって、あとはデートがあって、まあシンプルですね、うん。いやこれもかっこいいな。結構まあ使い込まれてる感はありますけど、まだまだ使えますね。綺麗だ。羽毛なんか少しやっぱ若干の傷があるけど、この傷がねまたいいよね。このね、使い込まれていて、これ使い込まれてるんだけど綺麗にしてる時計っていうのは結構好きなんですよ。わかるかな、この感じ。使い込まれてるんだけど綺麗にされてる時計っていうのは、この雰囲気が非常によく見えるんだよね。結構こういうのが好きなんですよ。いや復活して綺麗に動いて、もうちょっとオイル馴染んだらもう一回あれだな、調整した方がいいかな。もう一回調整しよう。そのうちまあオーバーホールもやってみましょう。これはオーバーホールした方がいいかもね。いやあるし、またまたありがとうございます。復活させれました。まあ、ある種の狙いもあるのでね、少しずつ片付けながらやりましょう。かっこいい。ということで、あるし、ありがとうございました。まあ、今回はあのいただき物は1本なんです。依頼品がまあ3本ぐらいあって、その中にまあいただいたものはオリエントスター、まあ知り合いからいただいたらしいんですけどね、まああまり動きが良くないということで俺のとこに来ました。でくれるということでやってみましたね。オリエントね、あんまりこう動きが良くなくなると一気にガタって崩れる感じがなんかあるんだよね、うん、イメージ的にはそんな感じがするよね。まあ、今回もちょっとね怪しい感じでした。あのテンプのその調整幅を狭めていくと、あのビートエラーを狭めていくと 9.x になったりっていうところもあったので、ちょっと怪しいなと思うんですが、まあオーバーホールでしょうね、うん。まあ250近くにはなってますが、まあちょっと雑味が出てきてるっていうか、なんていうのかな、波形にちょっとばらつきがあるというか、変なところで変な音を拾ったりしてるので、変なね、うん、ノイズがあったりしてるので、まあオーバーホールでしょうね。そのうちオーバーホールしようかなと思ってます。ちょっとねその辺のことも考えながら、せっかくいただいたのでね、いろいろ勉強させてもらいます。あるし、いつもありがとうございます。いやベルトもねかなりあの新しいものに変えて、まあ風防なんかその辺はまあそれでいいかなと思ってます。俺はいう風なこのヴィンテージ感が出てる時計って結構好きなんですよ。要は使い込まれてるんだけど綺麗な時計、あの使い込まれててすごい汚いのって嫌なんですよ。なんていうのかな、使い込まれてる傷がいっぱいある、でも使い込まれてるんだけども綺麗な時計が好きなんで、その使い込まれ感にあるそのね、なんかこうね、この歴史みたいなのを感じられますし、それに加えて綺麗であるところがすごく好きなんですよ、うん、そういったのが結構好きでね、だからこう使い古されたものを綺麗にする、だからあのヴィンテージとか好きなんです。意外と好きなんですけどね。いやーなかなか勉強になりました。ちょっとまあやっぱり今回のオリエントスターはオーバーホールでしょうね、うん、オーバーホールしていかないと今後やっぱオーバーホールだね、うん、なんかちょっと動き悪いんだよ。あまりあの期待した動きじゃなかったからね、オーバーホールは必須でしょうね。これからやっていきましょう。まあ今後ねちょっとその辺のことも考えてオーバーホールもやっていきましょう。その時はまた動画にねお伝えいたしますので。ということで、R氏いつもありがとうございます。でね、R氏からの依頼も何本かあります。それもねちょっとね今後動画に上がっていきますんで、楽しみにしておいてください。ということで、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。あとは修理依頼ですね、修理依頼もそちらにメッセージを飛ばしてください。ちょっとね非課税依頼が多いもんで返事返せるまで時間かかってますが、気長にお待ちください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。